空気が違います。いるだけでものすごいパワーで浄化されているのがわかるんです。運が覚醒する金運上昇チャンネルの相模です。今日は宗像大社のリモート参拝動画をお届けしたいと思います。宗像大社ってどういう神社かというと、スピリチュアルに精通している方は口を揃えてすごいパワーのある神社だと言われているところなんですね。他にも出光興産の出光佐藤さんが生涯にわたって信仰したと言われています。ご利益は金運上昇運、商売繁盛、出世や玉の輿にもよく、他にもステータス運アップ、人気運アップ、そして浄化力がすごいため運を停滞させている原因を消し去ってくれるんです。幅広いご利益がありますよね。特にこの金運上昇チャンネルにはなんですよね。宗像大社は日本神話に登場する日本最古の神社の一つで、御祭神は宗像三女神です。沖津宮に田子姫の神、中津宮に田津姫の神、辺津宮に市木島姫の神、それぞれ祀られて、この3つを総称して宗像大社と言います。今日の動画は辺津宮のリモート参拝の動画になります。見どころは金の木が集まっている長寿屋のあたりと、本殿前もパワーが強いです。そして絶対に外せないのが高宮祭場です。宗像三女神が降臨した場所なんですが、とても神聖なエネルギーに満ちていて空気が違います。いるだけでものすごいパワーで浄化されているのがわかるんです。ここは自分の本領を発揮できる、無垢な自分に戻れる、自分を見失いそうな時など進むべき道が分かると言われているんですが、強烈に魂が洗い流されていくのが感じられます。ぜひね、このエネルギーを浴びてみてください。悪運も洗い流してくれます。停滞していると感じている時や、市木島姫を祀ってあるので、二の日に繰り返し見ることをおすすめします。それでは早速リモート参拝行ってみましょう。